仕事が終わって工場を出たら、パート仲間のママ友 A はお金を貸してほしいと言ってきた。すっかりここの住人だった私は、りゃあ、来た来た。せこ来た。と、わくテ化しながらいくら必要なのと聞いてみた。ママ友 A 伏せめしながらぼそっとつぶやいた。300円。生まれて、初めて息をのむって経験をした。 ひょっとして遠足のおやつだいと聞くとそうとママ友へ。明日は、私子の学校で遠足がある。私子からもらってたプリントに、おやつは300円までとあったのですぐ、冊子がついた。ダメかなというので、今細かいのがないからと、5000円札を出した。私の指は少し震えてたかもしれない。ママ友へびっくりした顔で、じゃあ、 今からコンビニでお菓子買って、お釣り返すからと言ったけど、別にいいよと、無理やり手に押し込んだ。ママ友 A は、ありがとう本当、ありがとうと、何度も頭を下げた。私は、その代わり、このことは、他のみんなに、内緒ねえと、笑いながら別れた。鼻の奥が、ンとしてすぐにも泣き出しそうになってたから、逃げるように自転車こいだ。 私ことママ友 A は同学年の同じクラスで仲良し。ママ友 A はとてもいい子で顔を合わすと元気に挨拶してくれる。ママ友 A もおとなしく控えめな性格だけど仕事はきっちりするし私とは何かと気があった。本人はあまり語らないがシングルマザーで生活が苦しいらしいという噂も聞いてはいた。でもここまで苦しいとは知らなかった。 きっとおやつ代だけでないところでも苦しいはず。五千円は他のことにも使ってねという意味もあったけど、本当はママ友 A への謝罪を込めてのものだった。娘のためにわずか三百円というお金を頼みに来たママ友を私はセコだの、枠手かだのと笑っていた。不慣れな自分に仕事を丁寧に教えてくれたママ友へを私は嘲笑ってしまった。 他の誰でもない自分が一番の吉ママだと分かって心底怯えた。もう惨めで情けなくて泣きながら帰った。私こと夕食作ってた旦那が私の泣き顔を見て何があったの何でもないよ。何でもない顔じゃないよどうしたので揉めて納得してもらうのに時間かかった。